どうもこんにちは、鈴川彩子です。本日はですね、こちら大阪府の、門真市駅前に来ております。大阪の門真から、東京までですね、とてもとても快適な夜行バス、ドリームスリーパー東京大阪号に乗って、東京にね帰りたいと思います。私が今回乗るのが門真車庫というね、一番始発の部分になりますね。行きたいと思います。ちょっとね、車庫まで、10分ぐらい歩いて、行きたいと思います。行ってきます。まさに今ね、門真駅から10分も歩いたかな、8分ぐらいですかね、歩いてたんですが、ドリームスリーパーのロゴが、ここ来ました。両備バスの門真車庫ですかね。こちらドリームスリーパーね、両備バスさんと関東バスさんが共同で運行してて、今日私が乗る車両はどうも両備バスさんの車両みたいです。さあ、そしてこちらですね、ドリームスリーパー東京大阪号専用待合室、土足禁止、お邪魔します。おお、そっか、両備グループだから、岡田茶銀とも口があります。ドリームスリーパー、今のところ誰もいませんね、このラウンジ多分。でドリームスリーパー、本当に特に女性客もね、喜ぶようないろんな設備だとかアメニティが豊富だったりする。本当に全然、そのいわゆるさ、やっぱり夜行バスっていうとちょっと過酷なイメージ、お安くて過酷なイメージがありますけど、正直ね、このドリームスリーパーね、値段で言うと、まあ、2万しますからこの門真から、私終点池袋までね乗りますけど、だからもう値段的には正直、夜にね寝てる間に移動できるのはいいですけど、本当にお安いわけじゃない。ただその分ね、ハイクオリティなこうね、設備とか環境が実際にねこう体験できるっていうので、やっぱこうちょっとラグジュアリーなねバスになってるみたいです。ドリームスリーパー大阪東京線、あ、そうか、こちら大阪東京線ですね、東京大阪じゃなくて、所要時間が9時間5分になってます。で、なんとですね、もう私が乗るこの今日、まさに今日ですね、ダイヤ改正が行われたそうで、これまでですね止まらなかった新しい停車所、停留所がねできたということで、今回ですね、まさに今日から新たに南海難波高速バスターミナル、次泊まる場所ですね、南海難波バスターミナル、高速バスターミナルと、それと新宿西口、こちらはね、今日から新たに泊まることになった停留所らしいです。空調も効いててすごく快適です。で、外あれかな、泊まってるのは。ちょっとね、まだまだ時間があるので一回ラウンジの外に出てみます。もうね車両がいます。ドリームスリーパー、おー、かっこいい、ラグジュアリー、この、あ、ほらほら、両備バス書いてありますね。これ関東バスの方も車両が、持っていて、このドリームスリーパーと大きく書いてあるのが両備バスなんですかね。かっこいい。今ね、ちょっと前でね、写真を撮ろうとしてたら、もうすごい気さくに話しかけていただいて、職員の方かしら、お写真をね、撮っていただきました。おー、あ、後ろもいいですね。このロゴが本当にすごく素敵です。こんな感じでー。乗車ができるということで、まあ、今、ここから乗るの私一人だけみたいで、じゃあちょっと乗らせていただきまーす。お願いしまーす。よし。あ、お靴、二段目でお靴を。はーい。よいしょ。ここでいいのかな？よいしょ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。あー、すいません。ありがとうございます。あ、はい、ありがとうございます。よいしょ。おー、すごい。1、2。
ここです、ここです。おお、お邪魔します。よいしょ、すごいぞ。あ、はーい。わー、すごい、ドリームスリーパー水がいただいちゃいました。便の5番でお世話になりますが、ちょっと閉めてみよう。おお、あ、暗い。大丈夫？あ、着いた、着いた。すごい。ちょっとかなりもうね、あの乗客、ここから乗るのは私だけということで、もう早めに乗せていただきまして、すごい、車内完全土足禁止です。なので、バスのね、2段目のところで、お靴を脱いで、で、このね、係の方が、袋をね、くださいました。この中にお靴を入れて、持ってくる感じです。こっちにもライトがある。結構明るくなりますよ、これ、車内。今、多分外から見たら丸見えですね。一回ちょっと、荒れる前に外に出とこう。こんな感じです。おー、ちょっとね、もう荷物置いちゃってますけど、足元にケーブル、おー、 USB かな。ちょっとなんかいろいろと、このいろいろとありますよ、これ。ライト、あ、ライトもフロント。いや、私これ自分で家庭マックスにしてる。待って、シャープのプラズマクラスターじゃないこれ。当然のようにある。結構ね、あの、よいしょ、今ね、席のこの上の部分に荷物が置けますね。お、なんか毛布とかある。毛布じゃないのかなこれ。リラックスウェア的なのがね、どうしても、よいしょ、やっぱりバス長時間になると。すごい、ちゃんとロゴ入りです。全部ね、お部屋になってます。なんかもうバスの中ってこと忘れちゃいそうですけど、もちろんこの走行中は、よいしょ、シートベルト装着ですね、義務ですから。お待たせいたしました、それでバスが来ます、ご注意ください。はい、お願いします。すごい、あ、行ってきます。本日はドリブスリーパー大阪東京ご利用いただき誠にありがとうございます。お願いします。この後、ナンバー大阪駅にてお乗りのお客様のため停車いたします。到着時刻などの案内は大阪駅出てからとなります。しばらくお待ちください。走行中安全のためシートベルトは腰の低い位置で合わせてご着用いただきますよう、車内でお越しにご協力お願いいたします。それでは失礼いたします。後ろにあるということで、次のね、大阪駅から人が乗ってくる前に、今まだね、誰もいませんから、見ていきたいと思います。ちょっといっぱい出ます。あのカーテンの中、ここカウンターの部分だったんだ。おー、すごい。おー、着いた着いた。よいしょよいしょよいしょ。弁当募集のため椅子がありました。よいしょ、あ、すごい。ダールームめちゃくちゃ綺麗です。この女優ライトっていうの、この周りにあのライトがあって、顔がはっきり映るタイプ。へえ、紙コップもあって、手洗う石鹸ですかね、なんかアロマっぽい棒がある。でお水、パウダールームはこの椅子を出さないと電気と水の機能が作動しません。すごいです、ハイテクですね。で紙と、もうなんかちょっと紙コップとか立てれる場所ですかね。すごくいいです。こんなバスないよ。パウダールーム、なんかもっとね、鏡だけかと思ったらいろいろあります。カーテンで仕切られるのもいいですね、一番後ろ。よいしょ、椅子があるのも、よいしょ、本当にやっぱ揺れは怖いですから。この下ですね。よいしょ。よいしょ。この下。ここか。ここにトイレがあります。よいしょ。網もついてます。よいしょ。
取ります。セキュリティ開封しました。まずこちらマスクですね。もうこの皿なんていうの、包装すごくかっこいいですね。シックでみんなこれでね統一されてる。ドリームスリーパー、これがウエットタオル、なんかねすごい厚手っぽい、でもあのしっとり感が分かります。ちょっと冷たい、外から触っても。これがイヤーリット、あ、耳栓、耳栓かしら、耳栓ですね。形的に触った感じ、そしてなんじゃこりゃ、ん、なんかのカバー、蒸気台マスクが入ってます。そして歯ブラシ、ありがたい。全11室なので、満席になっても11人しかお客さんは乗りません。スイッチ一つでゼログラビティ姿勢に、上質なリラクゼーションの心地よい夢の世界。これがその NASA のなんか、あ、出ました出ました、 NASA の理論に着想を得た浮遊感を感じながら、今のところ私座ってる感じめちゃくちゃ快適です。あの家のソファーとかより全然楽、お尻がね痛くならない感じがするの。本当にウェルカムアロマ、もうこの今車内に漂ってるわけですね。無料 Wi-Fi も、利用できて、エシアの USB、 これね、さっきのあのレンタルで、あのもし持ってなかったらコードありますかっていう声かけていただいて、レンタルもできるみたいです。そして快眠音楽4チャンネルマルチ、BGM がテーブル、この前にあったけど使ってなくて、開けてみます。おー、確かにでかい。森クライニング、これはもうすべてあるかしら、あ、全自動っていうのがありますね。やってみます。全自動、今押しました。あ、足のところが、あ、すごいすごい、ですね。大阪駅前停留場桜橋口アルビ前に到着しております。さあ何名乗ってくるんでしょうか。もう一応ですね、今ここの大阪駅前泊まった後は、一回もうね、草津のサービスエリアまでも泊まらず、そしてさらにその草津サービスエリアの次はもう新宿駅西口ですから、まあ実質もうここでね、乗ってこなければ基本はもうあとは皆さん降りるだけっていう感じですかね。はあ、今のところでもいらっしゃるのかな、どなたか他に。もしこれ一人の貸し切りだったら相当な相当な贅沢になりますよ。持ってきてる感じがしないんだよな、すごく静か。ここライトがね、あの上ですね、私の真上にあるライトちょっとひねります。こんな感じで消灯ができちゃいます。今のがねここですね。そしてもう一個こっちのライトはそこの前の部分、そこですね、ここら辺にある前のぼやっと光る感じで、よいしょ、そこのね上のライト、これはあのさっきね私がつけましたから自分でね、ここよいしょよいしょ、こんな感じで結構暗くなっちゃいます。結構暗くなる。あ、でもね夜あの、もちろん皆さん寝ますからね。多分この廊下の今この廊下
と訂正しましょう。それではすぐ起きます。ご注意ください。本日はドリームスリッパー大阪東京をご利用いただき誠にありがとうございます。本日このバスはランバスが運行しております。通路の方暗くなりますので移動の際もご注意の方よろしくお願いいたします。それでは終点池袋駅に行く石口屋まで走行してまいります。よろしくお願いいたします。お願いします。お世話になります。いただきました。あと1時間20分ぐらいでね、草津のサービスエリアで停車して一回ね休憩があるみたいです。まあ、お手洗いはね車内にありますから、パウダールームもありますから、まあ、なんかやっぱりサービスエリア、まあ、雰囲気見たりとかなんか買ったりって感じですかね。やっぱりちょっと1回にこのゼログラビティ姿勢になると戻したときにすごくなんかこうやっぱりリクライニングしたいってなっちゃいますね。すごくいいです、ちょっと今予定時刻よりねはるかに早くに2、30分早く草津に到着しちゃいました。サービスエリアです。ちょっと時間によっては降りてこようかな。草津サービスエリアに到着しました。ちょっと待ってください。お客さん私一人じゃないですかこれ。今日まさかの、ちょっと今ね外から見てみます。いいですね。あ、待って、これすごい見えてないんだ外から。私ちょうど今、ここら辺ですね、この S のロゴのこの輪っかのねところ、まあ、よく見たら車内電気ついてるの見えるかな、ね、でもね全然見えないですね。もっと私中ライトつけてるからすごくもうね丸見えなんじゃないかと思ってたんですけど、なるほど、ガラス自体がこうちょっとスモークというかね、もちろんこう中が見えないようになってるので全然見えませんね。あら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 、まあね、せっかくなんで降りてみました。草津結構もうドリームスリーパー目立ちますね。やっぱりロゴがあれだけ大きいと本当にかっこいいですね。こう並んでて、まあ私だけなんでね、お待たせするのもあれですけど、まあ発車時間ちゃんと決まってるんでね、15分間はちょっとここら辺見たいなと思います。大見牛、大見牛じゃない、大緑。こちらの券売機はボタンを押すと、ちょっとでも今はお腹いっぱいなのでもう行こうかな。いいですね、今ここすごく明るい、いい感じに見える。今ですね、草津で降りてほぼほぼ確信しまして、本日ですね、こちらのドリームスリーパー、大阪東京号の乗客私一人でございます。貸し切りでございます。平日ですからね、なかなかあれでしょう。外からね、ここちょうどほらさっきの言ってましたロゴの S の部分、全然こっちから外はすごくクリアに見えるのに外から意外と見えないっていう、いいですね。このアメニティに入っていた謎のカバーはやはりこちらヘッドホンのカバーでした。今ねつけてます。快眠できる BGM っていうのを聞いてみたいと思います。波打ち際で今波がザプンザプンと、いいですね。お客様には降り
できる、体が回復できるっていうのはね、すごいことだと思いました、本当に。あと1時間ぐらいで着きますけど、今のところ全く疲れてないです。むしろ快適、回復してます。これはすごいですね。すいません、すごい良かったです。ありがとうございました。お世話になりました。さあ、ということで、両備バスさん、関東バスさんのドリームスリーパー、大阪東京線に乗車させていただきました。ありがとうもう本当に、快適だけじゃないですね、サービスも素晴らしいですし、住民の方もね、本当にすごくよくしてくださって、今日はね、たまたま本当に私、乗客一人でしたが、ちゃんと疲れが取れるんじゃなくて回復できる、すごいね、ゼログラビティ姿勢なんかもね、すごくよくて、もう今全然疲れてないです。で、やっぱりね、本当個室だったりとかアメニティも豊富で、ほとんどね、もう持ち物いらないですね。特にこう高速、深夜高速バスで使うような、ただちょっと洋服ね、一応楽な服持っといた方が、パーキングエリアで降りるときに慌ててね、こう着替えなくていいっていうのがあるので、いいですけど、でも本当にね、とにかく快適でした。すごく豪華で、すごく良かったです。で、またね、今日からですね、大阪駅とかこの新宿駅なんかにもね、停車する場所が増えて、もっともっと便利になったと思うので、ぜひ皆さん乗ってみてはいかがでしょうか。やっぱ朝着くのもね、観光なんかも多くできるからおすすめですよ。はい、ということで以上、とっても豪華で快適なドリームスリーパー大阪東京号に乗ってみたでした。ありがとうございます。いやー、もう行ってしまった。